バシレオス二世、バシレオス二世、ブルガロクトノス、958年から1025年12月25日は、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝、在位、976年から1025年、禁欲的な軍人皇帝として活躍し、第一次ブルガリア帝国などの周辺地域を征服、東ローマ帝国の最盛期を現出した、ブルガロクトノスは、 ブルガリア人殺しを意味するあだ名。中世ギリシア語読みでは、バシリオスとなる。マケドニア王朝の皇帝ロマノス二世の長男として、生まれ、九百六十年には、共同皇帝に即位する。九百六十三年に、父が若くして休止した。ヨセフブリンガスが排除されて、以後は、弟で。 共同皇帝のコンスタンティス発生の寝室管理長官で宦官でもある王子のノソス。ロマノス一世イレカペノスの諸子、母テオハノの再婚相手である軍事貴族出身の皇帝ニケケホロス二世フォーカス、ついでニケケホロス二世を殺害して定位を奪ったヨハネス一世イチミスケスの下で引き続き単なる飾り物の共同皇帝としての幼少年期を過ごした。 九百六十四年に、ニケフォロス二世イフォカスにより行われたキリキア遠征では、母と共に、ニケフォロス二世イに従軍し、ドリズイオン要塞に泊まった。九百七十六年のヨハネス一世イの死によって、成人していたバシレオスは、晴れて、制定となったが、寝室管理長官である王王子のバシレオスレカペノスが引き続き政権を握ることになり、 バシレオスレカペノスと対立したバルダス、スクレロスの反乱や第一次ブルガリア帝国の最高とブルガリア皇帝、サムイルの侵攻に悩まされることになる。986年のトライアヌスの門の戦いに出陣するも子男ステファノスとレオン・メリセノスとの内部対立もあって第一次ブルガリア帝国に敗北したバルダス、スクレロスの反乱を鎮圧した軍事貴族。 バルダス・フォカス、ニケフォロス2世・フォカスのオヤエウスタティオス・マレーオスなど、この戦いで不参加であった、軍事貴族の不満や傭兵へ、敬意にかけた、バシレオス2世の対応、先制術師らに橋を発する、B は B を追い払い、B が支配するという流言による、民心動揺もあり、バルダス・フォカスの反乱が起こり、絶対絶命の危機に陥った。しかし、軍事貴族の反乱は、 キエフ大公国の援軍を得て、コンスタンティノス八世と共に出陣して望んだアビドスでの決戦におけるバルダスフォカスの死や、この反乱に合流していたバルダスクレロスの怪獣で平定に成功した。加えて、バルダスフォカスの反乱の前後に王子バシレオスレカペノスを追放し、コンスタンティノス八世が政治に無関心なこともあり、実権を掌握した。 989年にコンスタンティノープルの地震でハギアソフィア大聖堂の一部が崩落したが、これを再建する。第一次ブルガリア帝国に対しては、幾度もの戦いの末、997年のスペルヒオス側の戦いで、戦況は好転し、1014年にクレディオン峠の戦いで大勝した。クレディオン戦の際、ブルガリア人、 捕虜一万四千のうち百人につき一人だけ片目を、残りの者は両目を潰し、ブルガリア皇帝、サムイルの元へ送り返した。一人の目が見える男を先頭に十九人の盲人が突き従って帰還したその光景を見て、サムイルは即答して死去したという。千十八年にはブルガリアを完全に滅ぼして、東ローマ帝国によるバルカン半島全域の支配を約四百年ぶりに回復した。 これによって、バシレオス2世には、ブルガロクトノス、ブルガリア人殺しというあだ名が付けられた。しかし、征服した後はまるで別人のように寛容な政策を取り、帝国の他地域と違って、税金を物納にすることも許している。また、イスラーム勢力や、南イタリアのランゴバルド人との戦いにも勝利し、北はドナウ川、南はクレタ島。 東はシリアアルメニア、西は南イタリア、マグナグラエキアに及ぶ大帝国を建設。東ローマ帝国に中世の黄金時代をもたらした。11世紀中頃の知識人、政治家であるミカエル・プセルロスは、他の皇帝と違ってバシレオスは勝利するまで、帰還することなく戦い続けたと年代生き残している。ある時などは、 ブルガリアと交戦中に北シリアのアンティオーケアがイスラーム勢力によって攻撃されたと聞くとそのままブルガリアから軍を率いてシリアへ転戦しイスラーム勢力を追い払ったのである内政面では皇帝による先制政治を推し進めたプセルロスはバシレオスは書かれた法に従うこともなく何もかも一人で決めたと記しているここに 古代のディオクレティアヌス帝から始まったローマ帝国の皇帝先制体制はその頂点を迎えたのである。バシレオスは自らを苦しめた軍事貴族や大土地所有者を抑圧し、彼らが農民から不正に取得した土地の没収などを行う。一方で、中小農民の土地保護などに努めた。ある時などは皇帝自ら不正に大規模な土地を取得した者の屋敷へ乗り込み、 屋敷を壊して土地を没収するということまで言った。また贅沢を慎み、財政支出を抑制したので宮殿の倉庫は財宝で埋め尽くされ、バシレオスの命令で拡張されたほどであったという。このように度重なる外政を行いながらも国家財政の健全化を成し遂げたが、一方でその緊縮財政により経済発展は抑えられる結果ともなった。さらに、 1024年に反乱、平定の援軍派遣の見返りとして、キエフ大公ウラジーミル一世と妹アンナを援組させたことによって、ロシア・ウクライナがキリスト教を消し、正教会の勢力を北方へ拡大させることにも成功した。1025年12月25日、シチリア遠征の準備中に倒れ、間もなく死去した。結婚しなかったために子がなく、 無能な弟コンスタンティノス8世が定位を継いだ。バシレオス2世の死によって東ローマ帝国の絶頂期は終わりを告げた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。